今回通信教育を選んだ理由というのはどんなところありましたか？私自身勉強を始めたのが、うん、まあ、8月頭からというのもあって2ヶ月しか時間がない状態だったんですね。はいはい。で、まあ、まずそのような中で独学っていうのは厳しいなっていうのがありまして、うんうん、かといってあの通学だと、まあ、移動するにも時間がかかりますし、それなりにコストもかかりますので、いろいろ考えて一番通信教育がバランスいいのかなと思いました。でそうすると今度はもうちょっとこう具体的な話になっちゃうんですが、そのいわゆるこう通信教育じゃあ始めよう、まあ、いろんなこう他社さんある中で、はい、こう当社フォーサイト選んだ何かこう決め手ってどんなところでしたか？まあ、ネットを見て3社4社検討したんですけれど、うんうんうん、まあ、やっぱりあのテキストがフルカラーで見やすくて、はい、結構絞り込まれてるっていうのもありまして、うんうん、あと講座 DVD もついてるっていう、まあ、そういう充実したところっていうのがいいなと思いまして、はい、そこで決めていただいたっていうことですね。何かこの辺良かったな、今思い出すこと何かありますか？テキストだとやっぱり他の教材と違ってフルカラーで、うんうんうん、まあ、色で重要度とかそういうのは分かるようになってるんで、それがすごい分かりやすいなと思いました。まあ、こう細かいところ項目までびっしりと入ってるわけではなく、重要なところを、まあ、やっぱり抜粋してやってるというような形だったんで、うんうんうん、ここでこう自分が通貫誌の試験を受けるにあたってまっさらな状態から始めたんで、基礎作りっていうのですごい大きかったと思います。あと講義の点ではどうですか？こう何か思い出すことって、早すぎず遅すぎずっていう適切なペースでやっていただいたかなっていうはいはい、はい、のがあって、ええ、やっぱりこう読むときに、まあ、テキストもあの PDF の形で見ながらできたじゃないですか、うん、そういうのもすごい良かったなと思いますね、うん、あと道場破りとかそういうので、ええ、まあ、配信という形で、はい、まあ、ビデオで見れるっていうのもすごい良かったなと。先ほど勉強始められたのが8月入ってぐらいからって言ったんですけど、はい、結構短期間だったの で、 そうです、ね、あの正直ね、はい、その短期間って大丈夫っていうのはやっぱり他のこれから受ける方って思われると思うんですけど、そうです、ね、ごちなりにこうこんな工夫してこういうことやったんだよっていうことをちょっと教えてもらっていいですか？私自身としてはもうあのその短期間でやるにあたってもうとにかく努力するしかないっていう気持ちでやったんで、それと仕事以外の時間は全部その勉強に使うという感じ で最初のまあ関税法だったり関税税率法だったりっていうのはもうとにかく全部頭に叩き込もうっていうので、もうひたすら毎日頭が痛くなるくらい詰め込みでやってましたね。時間的には平日土日大体何時間ぐらい多分費やしてたなと思います？まあ、仕事終わってからほぼ寝る前までやってたんで、平日で6、7時間はやってた。おー、そうですか、そうですか、はい、で、朝はされず仕事終わりからってことですか？そうですね、ははは、仕事終わりからですね。で、土日はどうでしたか？まあ、10時間とか11時間とか、まあ、間に休憩挟みつつですけど、そういうくらいはやってましたね。その始めた時、つまり8月から始めた瞬間、はい、ご自身的にはいけるなって思いながらやってたのか、ちょっとだいぶ危ういなって思って、その辺って何かこう確信じみたものって何かあったんですか？そうですね、正直かなり厳しいなとは思ったんですけれど、まあでもとにかくやってみようと、実際に受けないと受かるか受からないかなんて分からないっていうことで、まあ、2ヶ月やれるだけやろうっていうので。なるほど、はい、じゃあそれこそもう次年度のじゃあ受験こう意識してる方、なかなか、まあ、私も当時そうでしたけど、はい、なかなかじゃあ勉強して今日からやろう、なかなかこう腰が上がらないというか、う、まあ来週でいいか来月からでいいかってこう先延ばししちゃうわけじゃないですか、はい、でそういう意味だとこうご自身通り8月からの勉強をお勧めしますよなのか、いややっぱりこれぐらいは期間やった方がいい、前もってやった方がいいんじゃないかって何かこうありますか？いや、 やっぱり前もってかなり長い期間やった方がいいですね。あの2ヶ月っていうのはもう詰め込みも詰め込みなんで、やっぱり生活に影響が出てしまうレベルになってしまうんで、まあ、理想を言えば本当に3ヶ月4ヶ月前からゆとりを持って取り組んだ方がいいなと思います。じゃあ最後ですね、はい、これから合格目指す方々へのメッセージお願いできますか？はいはい、私自身あまりこう時間のない中で頑張ってできたんで、その例えばどんな環境にいる方でも頑張ろうと思えばやってやれないことはないと私は思います。なので、まあ、これから通貫誌にチャレンジされる方もやる気を最後まで維持していただいて、まあ、合格して、まあ、自分の資格をつかむために頑張っていただきたいと思います。今回はどうもありがとうございました。おめでとうございました。ありがとうございました。